こんにちは、こんばんは、ベンジャミンラボです。行ってきましたわ、上野。はい、まず階段上がる、2階を見学する。はい、2階はね、オーディオなんですよね。はい、オーディオ系、音楽系めちゃくちゃ豊富ですね。豊富。見て、気持ちいいっしょ、ギターいいね。やったことないけどやってみたいと思ってた。音楽好きだからさ、やってみたいと思ったんだけど、器用じゃないんだよね、指、不定詞指だから無理かなと思ってやってなかった。でもね、小学校の頃から出会ってればね、ギターともしかしたらワンチャンあったよね。はい、5階がね、プラモ。3階ジャンク、3階行くね。今2階です。はい、5階建てのね、ハードオフ、でかいね、でかいです。1個1個でかい。店舗はでかいけど、1個1個は小さい感じ。で、5階建てって感じ。3階ジャンクコーナー、はい、ここですね、やはり。来たかったのは。ジャンク。ここね、上の御徒町なんだけど、まあ、秋葉からね、歩いてこれるよ。秋葉のね、本店に行った時に、1号店に行った時に、ついでにここ行きました、歩いて。歩いて行ったよ。歩いて10分ぐらいじゃない。全然歩けるよ。はい。ショックじゃない。青箱じゃないの。青箱じゃないだけでさ、このテンションの下がり具合。なんだ、青箱。でね、青箱じゃないハードオフに、いいものがあった記憶がない。これはまあ人それぞれですけどね、その地域性にもよるだろうけど、私の地域ではやっぱしね、青箱が多いんですよ。そんで、青箱じゃない地域で、青箱はね、そう、青箱が多い地域なんですよ。青箱なのかな、普通は。んで、青箱じゃない店舗ってのはね、やっぱね、あんまいいもんない。気がする。はい、マウス。マウスもまあ普通ですね。はい。よくなマウスが。はい。まあね、ちゃんと探せばあるのかもしんないけど。まあ、周りって感じでしたね。お、ここにもギターあんね、何本か。CD 豊富？こんな感じですよ。右側がビデオデッキとかで、左が、これなんだ？オーディオ？アンプ？ビデオデッキね。で、これが中古の？パソコン系かな？中古のパソコン系ですね。中古じゃない、ジャンクのパソコン系ですね。ノートパソコンもそんなないね。15台ぐらい。そんでデスクトップが10ぐらい。15台ぐらいあるけど、そんな多めじゃないね。ちょっと少ないね。やっぱ都会なんでね。これ秋葉行っちゃうんだろうね、みんなジャンクね。だと思うよ。お、また棒。3000円。これ高くない？これ第1世代かなんかだよね、多分。か第2。どっちかだよね。で、3000ならいらないな。はい、よくあるね。スリムケース。まあ、CPU 次第だけどね。そこまで惹かれるのなかったかなって感じ。まあ、普通のハードオフのなんか青箱じゃないバージョンって感じ。青箱あんのにね。青箱あんなら青箱買った方がよかったんじゃないみたいな。まあ、いいのか、そんなの。気にしねえのか。普通は。で、キーボード。ちょっと少なめだよね。ジャンクキーボードね。もっとあるよね。ああ、ちょっとこの手のさ、Wi-Fi 系のさ、欲しかったんだけどね。便利じゃん、ちっちゃくて。いいかなと思ったけど、まあまあ、ちょっとあれだったね。Wi-Fi 系っていうの、その、Bluetooth 系っていうの。よくわかんないけど。はい、CPU クラスメモリ少ないよね。ど、グラボか、そっち関係。ちょっと少なくないですか？なんか残念だよね、この量見ちゃうと。で、ケーブル類ね。はい。あ
あとはスーファミが上にあったり、ファミコンがあったり、モニターがあるよね、ジャンクの。ジャンクモニターはまああるよね。こうやって上に陳列力されてるよね。まあこんなもんだよね。うん。これ関してなかなかいないよね。HDMI がないじゃん。古いモニターって。そうとあんま買う際意欲が失せちゃうね。HDMI ついてればね、結構買う意欲も出てくるんだけどね。それがないとちょっとうーんってなっちゃうね。まあ、3階はね、ぐるっとジャンクコーナー。CD いっぱいあるね。うん。この中選ぶのも楽しいんじゃない？で、ぐるっと3階は全部ね、これカメラね。ジャンクカメラ。これには手出してないね。よくわかんないし、これ出す人はすごいよね。なんかよくわかんないもん。カビとかホコリとかあんじゃん。レンズとかって。俺もね、少しカメラやったことあるんだけどね。少しね。全然だね。全然やってないね。今持ってるのはソニーの、なんか持ってるけどちっちゃいの、コンパクト。デジカメ。デジ1みたいなの。デジ1って言って。デジタル1があんねんか。ちょっと古い。古いデジ1。ちょっとわかんないですけど。まあ、スリムタワー、いいよね。パソコン好き。コンパクトパソコンみたいなの。ちょこちょこ買うよ、安かったら。ここではちょっと控えなかったなって感じ。まあ、3階がぐるっと一周ジャンクなんで、面白いっすよ。うん。結構豊富、それなりに豊富じゃない？それなり。まあ、ハードオフのね、3体店とかには勝てないけど、ここはね、ハードオフとホビーオフの複合店でしたよね。5、4がホビー、3階ジャンク、2階が音楽系で1階が中古系か。まあ、そこそこでかいんじゃないですか？平米数に直すと。5階建てをね。はい。じゃあ1階に行きます。中古系。まあ歩きましょうよ、階段ね。結構綺麗ですよ、めちゃくちゃ。陳列もいい感じだし、ライトもいい感じだし、うん。お店の雰囲気もすげえいいっすよ。ゲームいっぱい、レトロゲーム。ちょっと嬉しいよね。私はスーファミとかファミコン世代なんでね。アラフォーなんで、アラフォー超えちゃってるアラフォーなんで、はい、めちゃくちゃ世代です。はい、ランマー2分の1。これやったな。これ格闘ゲーなんで、知ってる？パンダとか使えるんだ。お父さんとかランマーの。これやった、結構やった。持ってたもん、あれ。昔さ、スーファミってすげえ高くてさ、カセット高かったよ、結構。うん、そんな年に何本も買ってもらえなかったの。今のは全然低いよ、うん、金の面では全然優遇されてるゲーム。はい、中古のね、中古のモニターですね。ジャンクじゃないね。とかパソコンとか、まあ、この辺はまああんま僕は見ないかな、うん、特別いいのは見るけどあんまし、うん、でゲームですね。はい、プレ5とかプレ4、プレ5はねえか、プレ4とかね、プレ2とかなの分かんないけど。はい、そんなとこですね。はい、波動府上野御徒町店、うん、いい感じのお店です。ぜひね、寄ってみてください。はい、それではまたよろしくお願いします。失礼いたします。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録とグッドボタンを押してもらいますと、ものすごく励みになります。また見てねー。